はい、どうも皆さんこんばんは。テクテク鉄道のお時間でございます。私、日本航空 JAL の上級会員になるべく JGC 修行なるものをやろうと思っております。それに先立ちまして、JGC 修行とは何だったかというのを一旦整理する動画となっております。これを見てから本編をご覧いただくとより楽しめると思いますので、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。飛行機っていうのは、上級会員制度っていうのはね、日本航空とか全日空にはあるんですけれども、上級会員になるとどんないいことがあるのかと言いますと、空港のラウンジが使えるとか、優先搭乗ができる、優先カウンターが使えるとか、アップグレードのキャンセル待ちの優先権が得られるとかですね、なんかそんな感じのメリットがあります。細かいこと言うといろいろあるんですけど、旅行に行った時に役に立ちそうなのはなんかその辺かなと。上級会員になるためには何をすればいいのかと言いますと、フライトに乗るたびに貯まるポイントをですね、貯めまくると、一定以上のポイントを貯めると、上級会員になって、そのランクに応じたサービスがご利用いただけるという、そういう仕組みになっております。で、日本航空と全日空では若干違うんですけど、今回は日本航空の上級会員を目指すということでございますね。一回上級会員になったからといってそれがずっと続くわけではないんですよ。 JAL は上級会員になってから翌々年の3月までだったかな、なんか それぐらいだったと思うんですけど、すいません嘘だったらすいませんけど、その翌々年の3月までしかそのステータスを維持されないということらしいです。永遠にそのステータスに居座れるわけではなくて、なんか毎年累積していったポイントっていうのはね、なんか毎年リセットされるんですよ。12月31日をもってその年は終わって、で翌1月1日からはまたゼロに戻るんですよね。でまたゼロから積み上げていくということが必要になります。その上級会員が切れた時に十分なポイントを持っていなければ、その次の年からは下級会員に戻ってしまうという、そういう、からくりになっております。ただしこれがミソなんですけど、上級会員のステータスを一生保持し続けられる技もあるんです。それが何かというと、 JAL グローバルカードに入会するということですね。これクレジットカードなんですけど、ある一定の条件を満たした人だけが入れる、特別なクレジットカード会員がございまして、これ通称 JGC カードと呼ばれるんですけれども、これに入会すると一生ある程度の、上級会員ステータスを維持することができると。貯めたポイントによってで、上級会員にもランクがございましてね。で一番下がクリスタルで、次がサファイアで、その次が、JGC プレミアっていうのが挟まって、最上級がダイヤモンドになっております。このうちのですね、 JGC 会員になるとサファイアが維持されます。サファイアが維持できると結構いろんなメリットがあるんですよ。なのでみんなこの JGC カード入会を目指して飛行機に乗りまくるわけですね。で我々の業界ではその JGC カードを目指して飛行機に乗りまくることを修行と言っておりまして、晴れて JGC カードに入会できたら下脱というふうに言っております。今回はこの JGC 修行をして JGC 下脱をするのを目指していくというわけでございますね。じゃあその JGC 下脱をするにはどうしたらいいのか。飛行機に乗るたびにフライオンポイント、通称 FOP というのをゲットすることができます。でその FOP を積み重ねて5万 FOP 貯めると JGC 入会の条件を満たすことができます。どんな便でもいいので50回 JAL の飛行機に乗ると、それでも JGC に入会する資格を得ることができます。なので、5万フライオンポイントを貯めるか50回飛行機に乗りまくるか、どっちかすればいいわけですね。50回飛行機乗るの結構しんどいですからね。で多分ね、多くの人は 5万 FOP 貯める方を選ぶと思うんですよ。物好きな人は50回選ぶんですけど、5万 FOP を貯めると。で5万 FOP 貯めるには、じゃあ
どれだけの時間とお金がかかるのかっていう話なんですけど、ざっくり50万円くらいと言われています。その FOP ポイントっていうのは毎年1月1日から12月31日までの分ので集計されるので、1月1日から12月31日までの間に5万ポイントを貯めるということが必要になってきます。まあ、どんだけ飛行機に乗ればいいのかっていうのも、まあこれは人それぞれなんですけれども、まあ、どれだけ時間とお金をかけられるかっていうところにかかっています。自分のライフスタイルに合った修行受け立つ方法をですね、探すというのも、まあ、この修行の楽しみの一つではあります。僕はANA の方では解脱をしておりまして、スーパーフライヤーズカードというのがございますけれども、これを持っているとANA の方のある程度の上級ステータスを維持することができます。もう一生一生上級会員です。 ANA の時はですね、国内線だけで解脱をしました。札幌に住んでますんで、まあ、新千歳から福岡に飛んで、福岡から羽田に飛んで、羽田から新千歳に帰ってくるっていうのを1日でやる、いわゆる三角飛びってやつです。これをやったりとか、あとはまあ羽田と千歳の単純往復ですねをやったりとかして解脱しました。まあこれで大体やっぱり、50万円ぐらいかかったんじゃないかなと思いますね。その FOP ポイントっていうのは飛行機に乗る距離に比例して多くもらえるんですよ。運賃種別ってなんかいっぱいあるじゃないですか。まあそれぞれ積算率が違うんですけれども、この自分が乗った路線でもらえる FOP を自分が乗る運賃で割ったものを FOP 単価っていうわけですね。まあ FOP 単価が路線によって違うんですよ。まあ、路線によっても運賃種別によっても違うんですけれども、できるだけその FOP 単価が低い路線で、修行するというのが、まあ、効率はすごくいいんですけれども、新千歳と羽田ってねあんまり良くないんですよ仕事の関係でどうしてもね、新千歳と東京の往復しかできなくて、でまあ、当時はそんな方法でやってやっぱ50万ぐらいかかったっていう感じなんですけれども、で国内だけで済ませるので、国内線のことドメスティックっていうからね、通称ドメスティック専門ドメ線と言ったりするんですけども、 ANA の時はドメ線でクリアしたんですけど、ドメ線の場合でよくやられてるルートは沖縄を絡めたルートですね。羽田沖縄はね、すごく FOP 単価が安いんですよ。なので、まあ、羽田と沖縄那覇を単純往復するっていうのはよくやられておりましてね、沖縄の空港の3レターコードが OKA なので、通称オカタッチとか呼ばれるんですけれども、これ東京と沖縄の往復を1日何回もやったりする人もいるんですね。これだけでは飽き足らずですね、やっぱ海外国際線を使って修行するという人も、まあ、もちろんおりましてね、羽田沖縄、羽田シンガポール、羽田沖縄、羽田みたいな、なんかそういうルートで修行する方もいるみたいですね。で、まあ、シンガポールは通称シンタッチとか呼ばれますけれども、シンガポールにただタッチして帰ってくるという修行法でございますね。まあ、そういうのもよくやられますね。あと回数修行、50回乗って解脱する方法もあるって言いましたけれども、まあ、回数修行だとやっぱ短距離路線が有利になりますんで、福岡宮崎の単純往復とかですね、あと道内だったら多分岡田間函館の単純往復とかですかね、まあ、なんか道内路線はねあんまり効率が良くないみたいなので、あんまりやってる人も多くないかもしれないですけど、まあ札幌に住んでる人だったらね、まあ割と選択肢には入ってくるかなという気はしますけれども、それで50回稼ぐという方法もなきにしもという感じですね。私が選んだルートはですね、海外発見ルートでございます。海外発見とは何ぞやっていう話なんですけれども、飛行機の運賃ってね、なんかその出発地によって値段が違うんですよ。で、まあ、日本初の航空券を買うと、まあ、日本初の運賃になってるんですけれども、他の国初で買うと他の国にとってなんか適正な運賃になってるんですよ。その特性を使って、まあ、他国初の、航空券を買うことによって、まあ、同じ区間を乗るんでも安く仕入れることができるという技がございます。で、今回私が選んだルートはインド・デリー初
羽田経由ニューヨーク行きでございます。インド発というのがね、なんか安いみたいなんですよ。で、まあ、確かに調べてみると割と良くてですね、でこのルートだと FOP 単価が、僕が取った件でですけれども 5.52 円なんですね。で FOP 単価5円台っていうのはかなり安い方になります。このルートのいいところは全部プレエコなんですよ。プレミアムエコノミー、まあ、国際線の場合はエコノミークラスとビジネスクラスの間にプレミアムエコノミーっていうなんかエコノミークラスの上位互換みたいな座席があってですね、ビジネスクラスみたいにフルフラットにはならないんですけど、なんかこうバックシェルがついてて、まあ、後ろの人にこう気を使わずに、まあ、自分の好きなだけリクライニングできますみたいなシートになっていたりですね、あとビジネスクラスラウンジも確か使えるはずなんですよ、空港でね。で機内食は多分エコノミー仕様なのかな、なんかビジネス仕様ではなかったと思うんですけど、エコノミーとビジネスの中間というか、まあ、エコノミーよりのちょっとエコノミーよりもランク上みたいな感じの座席で、まあ基本的に全区間行けると。ただまあ海外発券には難点もございまして、それはねやっぱインド初の航空券でございますんで、じゃあ日本から、僕日本に住んでるからね、日本からインドまでどうやって行くんだよって話なんですけど、それは別途予約する必要がございます。ここでねお金かけたら意味ないので、どうするかっていうと、まあ、今まで僕が貯めてきた JAL のマイルで新千歳から羽田経由のデリー行きの往復航空券を取っております。でそうすると、まあ、マイルは減っちゃうんですけれども、それと燃油サーチャージとかも現金で払わなきゃいけないんですけれども、まあそれでもね、一応 PP 単価 6.39 円ということで、まあまあ6円台でも十分優秀な方だと思われますんで、今回はね1週間くらい一応休みを取っていく予定です。で1週間でこの予定なのでね、かなりカツカツでございます。まあ一応ちょっと余裕というかバッファー取ってるけど、まあまあなかなか しんどい旅にはなると思います、いくらプレーことはいえ。まあ、しかもその日本からデリーに行くまでの間はエコノミーですからね。インドって多分な8時間くらいかかるんじゃないかな、羽田から。だからまあまあまあきついと思うんですけど、頑張りましょうという話です。修行ですからね。もうインドに修行に行きますよ。デリー発羽田経由ニューヨークってね、これ、まあ、知ってる人が聞いたらねもうピンとくると思うんですけど、これねすごいルートなんですよ。何がすごいかっていうと、この一撃で FOP 下脱ができるルートなんですよ。つまりこのデリー羽田ニューヨークを往復すると一撃で5万 FOP 貯まるんですよ。もうこんなルートはね多分他にあるのかな、ちょっとわかんないや、 あるかもしれないんだけど。なかなかないんですよ。このデリーからのニューヨークタッチは一応ね旅行機体験機はあるにはあるけど、そんなに数はないので、まあそんなに挑戦してる人も多くないのかなという気がしますんで、まあここは私が身をもってですね人柱になって本当にできるのかどうかというのを試してこようかなと思います。多分コロナ禍後は初じゃねえかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、特にインドだよね。インドがねなんか結構大変らしいんだけど、本当かな。ちょっとわかんないですね。ということで、大体 GGC についてご理解いただけましたでしょうか。修行編の動画もアップしていくと思いますけれども、その際はねここで学んだ予備知識をの思い出しながら見ていただけると多分面白い動画になってるんじゃないかなと思いますので、お楽しみに。皆さんもよかったら JGC 修行してみてはいかがでしょうか。テクテク鉄道ではちょっとマニアックな鉄道豆知識や役に立つ旅行情報を取り上げています。鉄道好き、旅行好きの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。